どうも皆さんこんばんは、エヌムです。こちらのゲーム覚えていますでしょうか。中国版東京グールのゲームなんですが、僕がちょっとねログインしてない間に、実はガシャの方にですね、登場してるんですよ、このアリマとエト。しかもランクがトリプル S っていう、まあ前 S までしかなかったの俺がやってる時はね思うんですけど、トリプル S、 じゃあダブル S はどこにあるんだと言うとですね、こっちの、あ、開かね、開かないぞ、ちょっと戻ろうか。こっちのね、いつも引いてたこの S 級なんちゃらっていう、この絶密なんちゃらっていうガシャの種類になってんだけど、アリマとエトが実装されてるガシャは、こっちのね、S 級のガシャの方には、ダブル S がね、いっぱい登場してるんですよ。俺これ知らなかった、全然。すげえ数登場してんの。またこれ引かなきゃいけないって。俺ね、多分8川までしかいなかったと思うんだよな、前回までは。で、すごい数 S 級がいるから、こっちも引きたいんだけど、とにかくこのアリマとエトが気になるぞということで、すごくない？ちょっとボイス再生されなかったけど、一応 CV ってついてるから、まあ声は出るんだと思うんだけど、アリマ、イグザですね、ナルカミじゃなくて。で、イグザのアリマに、ね、動きやばくない？ちょっともう一回見ようか。ぐんぶんぶん、ぐさ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 。これさ、クオリティ高すぎじゃない？ 3D モデルの。ということで、今回こちらの方を引いて、ぜひとも当てていきたいんですが、使う石の数がね、すごいんですよね。2000使うんですよ。多分これ10連だと思うんだけど、2000使うの。で、この S 級のはね、確か1000だったかな。これ、どれだけ、なんだろう。あ、チケットがあるから、30連分引けるんだけど、これはまあ次回の時に引こうか。まあ S の方はね、そこまで、ちょっと待ってよ。これ1回ただ引けるから、これ1回引いて、あー、こっちもチケット使うのか。じゃあこっちは分かんないけど、まあ、とりあえずこれは2000使うぞということで、僕今石がね、4081個しかないんで、もう20連しか引けないんですけど、まあね、なんとか当てていきたいですね。これ確定とかじゃないよね。ラインナップがすげえ少ないの。この5体だけなの、ラインナップが。だから当たるときはアリマかエトがどっちかね当たるんだけど、どうなんだろうか。10連引くと こいつら確実に当たるのかな、分かんないが、とりあえず引いていきますか。え、ああ、これどういうことだ。なんかすげえいっぱい出るんだけど、これどういうこと。これ1回引いたんだよな、石2000で。あ、出なかったわ。やっぱ確定じゃないんだよな。でもこれ何、すっげえいっぱい出たんだけど。1,2,3,4,5,6,7 7個が5回出たの。なるほど、これ渋いな。本当に当たるのか。石2000個使ってさ、今アリマのピースが1個とさ、あのゴリザーのピースが1個で出ただけだと思うんだけど、これ本当に当たるのか。なんか弾ける回数は1日40回までみたいな感じのが、49分の39って出てるから、多分40回までしか弾けないんだと思うんだけど、いやー、当たんのかな。もう一回行ってみるか、ラスト。お、来るか。ちげえのか、ちぎょうさんじゃねえか。持ってたかな、このちぎょうさんは。めちゃくちゃかっこいいけどね、モージョン。やばい、来てくれ、頼む頼む。来てくれ頼む。なんかパラパラってさ、捜査官の資料が出たら、くっ、来ねえか。くそ、ちくしょう。いや、これ渋いね。これ石なくなっちゃったけど、とりあえずこれ引きたいんで、また石貯めてね、こっち引くと思うんですけど、あー、この S 級のチケットも使っちゃおうか。じゃあ S 級の方ちょっとあれ見ていく。すげえからマジで申し訳ない。まずこの、ね、浴衣とか、なんか夏に実装されたやつなんですけど、そこだ、やばくない？クオリティ、この浮角のこうメラメラ感ね。なんかインボケって結構ペラペラしてる感じじゃん。まあこれ横から見たらペラペラしてるのかもしれないけど、このメラメラって動いてる感じがね、浴衣とうかちゃん、かわいいっすね。で、次、コマさんですね。
おまさんカグネ出てないアンテイクの制服バージョンですね。私の両腕を奪った青年はいないのか。で次店長、フクロウ店長ですね。すげえかっけえ。ちょもう一回見ようか。私の両腕を奪った青年はいないのか。いいね。おお。で次これあれだね、あのマスクつけたあれじゃん、窓さんと戦う時の草場奇襲した時の動画ですね、これは。でね、この店長ね、カグネ出してアンティークの店長なんだけど、ちょ、もう一回声聞いてもらっていいか。これね、コマさんの声入ってるんですよ。バグだと思うんだけど、これコマさんの声が入ってしまってるんですね。で、次、篠原さんですね。この時は、新たプロットをつけて暴走してない状態の、篠原さんですね。僕に食われても仕方ないよね。で覚醒した時の過激めっちゃかっけえ。僕に食われても仕方ないよね。この過激ね、なんか前イベントで来てたんですけど、なんか取れなかったんですよね。条件が分かんなくて字が読めなくてさ。僕に食われても仕方ないよね。でこっちが夏に実装された浴衣の過激ですね。おはようございます。あれこれこんな声だっけ、入見さんって。こんなセリフあったかな、どっかで。でこれがあのブラックドベルの入見さんですね。色、顔色白くない？顔色なんかラファエルみたいになってるけど大丈夫これ、マスクつける前の。時間だ、また遊ぼう。でこれヤモリですね。半角ジャー状態のヤモリですね。おはようございます。時間だ、また遊ぼう。うん、すげえ、俺が見ない間にすげえいっぱい実装されてる。で、コマさんですね。こちらカグネ、出してる状態のコマさん。グールにあの世はね。まあここから S かな。 S は多分見てると思うんで、月山これ持ってるんですよ。でね、この S ランクのせい、あの窓さんがねすげえかっけえの、これクイーン系が笛口1と2をこう両方使うんですけど、すげえかっけえ。まあこの辺はあれかな、もうおなじみかな。うん、あ、そんで、ね、今白使ってるんですよ俺。じゃあこっちチケット持ってるんで、まあ、早速引いていくか。1日多分20回までしか、あ違う、20回じゃなくてあれか、あ10連を20回しか引けないってことね。なるほど、行くぜ。お、出るの誰だ。あーゴリさんか、 A のゴリさんね。エメリオで行きます。かっこいい、エメリオってこんなでかいんだな。あ他は何が出たんだ。あーピース、ピースとしてはマドさんが出たんだね。よし、じゃあラスト10連行くか。出てほしいな。来い、来た、誰だ。うん、月山か。いや渋いねガシャ。そろそろ東京グール S が公開されますけど、本当楽しみだね。もう今月の映画も見に行かなきゃいけないけど、まだまだいっぱいあって、この前ファブル と、ダイナー見てきたんですけど、ダイナーなかなかね、うん藤原竜也の演技は良かったけど、まあ、監督がやりたいことは分からない。バラ散らすのが好きだよな監督。お、誰だ。うわあ、ビン、兄か、弟か。なるほど、持ってなかったの確かビンは。もうリゼのピースが出た。もう俺10連持って、あまだあるんだっけ。じゃあラスト10連だな。いやーきついな、なかなか SS 排出率が低いんだな。インボケはさ上限があるけど、これ上限あるんだろうか。字が読めねえから何がどうなってんのか分かんねえ。行くぜ、来た、誰だ。うわ、うん、アモンさんね。アモンさん持ってるね。手足をもがれても戦え。これ重ねるとかいう概念あったっけ。さあ誰が来る、出るか、来い。なかなか厳しかったな。というわけでですね出なかったんですが、石が81個か。これ2000まで貯めるの厳しいだろうな。
まあ有馬か絵と欲しいところではあるよね。まあいろいろもう今変わってまして、僕字が読めないんで何ができるかとか分かんないですけど、すげえいっぱいできることがあるんですね。これ多分レイド的なやつがあったりとか、まあインボケでいう強襲みたいな、他人のパーティーと戦うみたいなやつがあったりとか、まあ、本当にすっごいいっぱいできることがあるんですけど、まあ、いかんせん字が読めないと、まあ、そこら辺の意思回収ができてないっていうところですね。まあちょくちょく触っていこうかなと思います。ストーリーがね進んでないのかな、それともこっちのハードモード的なやつをやらないとこっちの10章より先は出ないのかわかんないんですが、こちらの方もぼちぼち進めていこうかなと思います。はい、ということで、今回はちょっと見ないうちにダブル S ランクのキャラクターとトリプル S の有馬とエトが追加されてたという、ことで50連引いたんですけど、まあ、全く当たりはなしですね。はい、ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。